今年4月に入社しました大分県出身の大分放送アナウンサーの川野真帆です。趣味はソフトクリーム巡りと、あとは温泉県ならではの温泉巡りが好きです。あとは特技は、幼稚園の頃からずっと空手を習っていたので特技は空手です。もう幼稚園からなので10年以上はやってましたね。全国大会にも出場したことはあります。あ、そうですか。じゃあちょっと、じゃあぜひ何か技的なものをこの後ちょっと披露してもらおうかなと思いますが、はい、どうでしょう。そうですね、型とかもありますけど、やっぱりこう蹴りとかの方がいいですよね。回し蹴り何回できるかとかですか。そうね、そういうの、じゃあ挑戦してみようか、はい、じゃあちょっと、じゃあ行ってみましょう。はい、行ってみましょう。おっ、1分間連続回し蹴り挑戦します。何回？目標は50回。準備いいですか。はい、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、あと30秒。やった。終了。ちょっと私目がクラクラしてますね。これはちょっと空手で直さないといけないですね。クラクラする。ちょっと基礎叩き直します。おっす。そして、そうですね、頑張ったというの豊富、空手で培ったパワーを武器に、皆さんに親しまれるアナウンサーを目指していきます。よろしくお願いします。